今日はビアティン三重の後藤大輔社長と三重郡川越町出身の樋口康弘監督、志摩市出身の元 J リーガーでキャプテンの谷奥健志郎選手らが県庁を訪れました。ビアティン三重は今シーズン J リーグのクラブで監督経験がある樋口康弘氏を監督に迎え、27人の選手で三重県から初となる J リーグ昇格を目指します。今シーズンビアティン三重に加入したキャプテンの谷奥健志郎選手は、僕たち選手はピッチで子どもたちの見本になるようなプレーを見せられるよう日々努力しますと意気込みを語りました。我々応援していただいている皆さんの前でやっぱり勝つことが重要かと思ってます。そのただ勝つだけでなく、やっぱり見てる人たちがワクワクするね、そういうサッカーが展開できればと思ってます。 J リーグ昇格です。そのために、突き進みたいと思います。今年も応援よろしくお願いします。 JFL の開幕は今月13日で、ビアティン三重は東院町で宮崎県のホンダロック SC と対戦します。